即戦力ルーキーとしてマリーンズに入ってきました中後雄平です。近大新宮高校から近畿大学、そして今シーズンドラフト2位、ここまで6試合にオープン戦投げまして1勝1セーブという成績。まあこういった場面、特にリリーフとなれば実際に経験する可能性が十分ある、はい、想定される場面です。そうですよね、こういう場面出てくるんですから、はい、8回とか9回に、まあ9回ないですけど、まあ負けたら9回も出てきますからね、はい、こういった僅差での場面、はい、サード走り込んだ渡辺正人、一塁は間に合いました。この間にセカンドランナーは三塁へ進んでいます。ツーアウトランナー三塁、一旦向き直して送球しました渡辺正人、これをセカンドランナーよく見ていました。今最後のボール外からやや内に入りましたが、そうですね、小笠原さん、はい、あの中内投手ですけども、はい、昨年12月新入団発表会の時に西村監督に対してですね、はい、僕の全てを見てくださいという言葉でアピールをしたんですけれども、うん、はい、ついこの間、どのあたりまで見せてくれてるかって話をしたら、まだ 50% ぐらいですかね、言ってましたね。なるほど、まだまだ引き出しがあるぞというところ、あの非常にあのこう我々も話していて、あの本人はユニークな性格というか、あの愛嬌のある選手なんですが、おっと白玉ヒヤッとしました。金沢は慌てて追いついた、まあ、暑いところまでですからね、はい、あったかい大阪の、いや大阪じゃないじゃん、和歌山ですよ、あそうですね、新宮、はい、そうですね、学校が新宮ですね、はい、はい、出身はどこか、出身大阪ですね、うん、はい、よく大阪から新宮行きましたね。そういうことになります ね、 ね、新宮高校県立でしょ、はい、近大新宮高校ですね、はい、この場面スレッジはピッチャーゴロに打ち取りました。ランナー三塁まで進まれましたが中後ろゼロで抑えています。8回の表を終了しました。2対1ファイターズリードしています。